はい、4回目です。指数関数の定の E を表示するプログラムを作ってみました。これ必殺技です。あらかじめ、他のコンピューターで求めてあったデータを Excel のシートにしておいて、それを読み込んできました。読み込んできた後はそれをただ表示するだけという、そういうインチキのプログラムであります。で、このところで一生懸命それを文字列化して並べております。そうすると2の場合は 2.7、 これまた3ってやると、今回は素直にパッと動いてくれましたということで、できると。300桁、これも例によって1万桁じゃなしに9997桁までがこのプログラムで保証されているところなんで、そのことをちょっと書いております。が、しかし、指数関数の E というのを定数から入力して、で、フロートってやってやると、何桁書くかということをしていきます。昔のエンジン、シンボリックエンジンは250桁までと。ので、251にした、する場合エラーになったんですけども、プライムの7になって何桁でも計算してくれます。ということで、一生懸命作ったプログラムはもはや不要になったというわけであります。ついでに π についてやってみると、 π についてもやっぱり自分の欲しい桁数まで計算してくれるので、桁数が増えてくると時間かかりますけども、例えば2万5000なので、これを5万桁にしてみましょうか。よい、ドン。1、2、2秒ぐらいで、5万桁の π を計算しております。ということで、E でも π でも星だけ計算してくれるということが分かりました。はい、以上で終わります。